痩せたい部分が多いすぎて何からしたらいいかわからん。辛い動画は続かんし、腹筋は体が起こせれん。そういった方でもお腹を引っ込めるための根本が全部含まれた動画を紹介していきます。お腹痩せ、足痩せ、むくみ取り、反り腰解消、腰痛改善、老廃物流し、リンパマッサージ、今回の動画1本で解決します。寝たままできますんで、スマホ持って一緒にやりましょう。まずは腰を丸めたままでキープです。腰が硬くなると反り腰になります。しっかりね、腰をぐーっと伸ばしましょう。少しずつバージョンアップしていきますんで、頑張っていきましょう。今度は足を伸ばして腰をちょっと振りましょう。足をブラブラする感じ。腰の筋肉をね、左右動かしてる感じで、片方だけ腰が痛いよっていう人とかはね、こういうのがおすすめです。楽なメニュー、きついメニューありますが、難しかったらね、飛ばしてもいいです。今度はお尻をキュッと上げたら腰を丸める。お尻を上げたら背中からゆっくり下ろす感じ。お腹をずっと引っ込めると骨盤が立ちますので、立てた状態を作っていく感じです。このお腹のへっこんだ状態が立ってても作れますので、頑張っていきましょう。次は足を組んでお尻の上げ下げです。お尻を上げたら背中からゆっくりつける感じ。腰の隙間を埋めながらね、お尻を押す感じです。今お腹触ってみるとへこんでますよね。この状態が作れますから、姿勢っていうのはね、すごい大事です。しゃあ、反対も一緒です。マイペースでいきましょう。膝をできるだけ開いた方がいいです。股関節、頸部をね、伸ばすとね、リンパの流れが良くなりますから。今度は股関節の内旋を行っていきます。内ももを床につけるようなイメージで動かしましょう。体がよじれないようにね、倒す足以外は体を固定したまま、足も動かないようにね。内側にする足以外のところはしっかり止めたまま。関節周りの可動域が良くなるとね、血流が良くなりますんで。今度は片方ずつ膝を開きましょう。膝開いたら腰の隙間が空くんで埋める感じ。膝開いてね、ここは隙間できないよ。ここも立てたままですね。お腹引っ込めとくと骨盤がね、立ちやすいです。あばらがね、出る感じで足を引きましょう。こういう感じで、ちょっと引っ込めて、あばらを出す。OK。
な両足パカッと開いて、お尻を上げ下げ、これもお尻上げるっていうよりは骨盤立てた状態を起こすって感じだ。腰の隙間できないように作って股関節を動かす。しっかり股関節のストレッチができていきます。今度は足を、ね、しっかり開いて足を横に振る。楽にこう振ってみてください。横にお腹も引っ込めたまま、シートも濡らしますよね。よし、オッケー。今度は膝を下げたままグッと引き寄せましょう。だいぶ腰の隙間がね埋まってると思います。これで下腹を使うと骨盤を起きて反り腰解消がねできますよね。はい、今度は右足を上げて、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 このように入れ替えていきます。いきましょう。スタート。体を起こしたままスマホ持ち替えてもいいです。腰を丸めたままで足をゆっくり入れ替えてみましょう。座ったら手を前に伸ばします。このままゆっくり倒れて手を真上、ここで手を振りましょう。スタート。うわー、いっちゃー、効いたー。